2連勝で首位に立ち勢いに乗りたいソフトバンクは初回、悩める4番内川。ずっと迷惑をかけていましたからねという4番の4月15日以来の一撃で2点を先制します。しかし先発大隣がピリッとしません。3回オリックス足立からこの回2本目となるソロホームランを浴び、あっさり同点とされると、6回にもランナーをためると中村からタイムリーを浴び、防御率1点台の男が6失点マウンドを降ります。それでも勝負を諦めず勝利の方程式五十嵐を投入。ところが三振の俊太が振り逃げ、キャッチャーがボールを見失う間に三塁まで進められるハプニング。散々のソフトバンク、1日で首位陥落です。